皆様こんにちは、ゴルフ草原カスタベです。本日はゴルフ、ハイラインマイスターの、ご紹介をさせていただきたいと思います。こちらのゴルフハイラインマイスターレザーシートとなっております。そして電動で動くパワーシートもついております。パワーシートは上下の、調整も電動でボタン一つで行えます。そしてこちらのレザーシート、お色の方が標準では黒、プレミアムサンドイナーリオパッケージをオプション装備していただきますと、こちらのベージュ色のレザーシートをお選びいただけます。こちらの、ハイラインマイスターですが、ハイラインテクエーションにはついていない装備でございますので、紹介したいと思います。まずパークアシスト、駐車支援システムですが、こちらは、駐車時にステアリング操作を車の方で自動で行ってくれるというシステムです。続いてパークディスタンスコントロールと呼びまして、駐車時に、こちらのバンパーに設置されたセンサーで、障害物を警告音で知らせてくれます。衝突の危険がある場合は車の方で自動でブレーキをかけてくれます。そしてオプティカルパーキングシステム、こちらはセンサーにより検知した障害物をこちらのディスプレイで、車両との距離がどれくらいか、表示してドライバーに知らせてくれるシステムです。レザーシートですのでシートヒーターもついております。以上がゴルフハイラインテクエディションとゴルフハイラインマイスターとの主な違いとなります。実際にご覧になっていただかなければ伝わらない部分もあると思いますので、週末はぜひゴルフ草原カスタベにいらしていただければと思います。